こんにちは、店長です。今日はこちらの極太タイプのマスクゴムをご紹介します、えー。こちら、カラーはですね、写真見ていただいた方が分かりやすいので、写真を見てください。この動画では、太さ、触り心地、そのあたりをご紹介していければなと思っています。ちなみに、こちらが細いゴムで、こちらが太いゴム、極太タイプになります。 こんな感じの太さの違いがあります。こんな感じです。で、えっ、ー、と、まあ、結構好みでもあるんですが、デザイン的に細い方が好きという方もいらっしゃるでしょうし、えー、触り心地とですね、痛くならなさでいうと、こちらの太いタイプの方がよりソフトで耳が痛くならない。 ですだからよりあのソフトな触り心地、えー、マスクのつけ心地を求められる方はこちらの太いタイプのマスクゴムの方がおすすめですでこちらのマスクゴムの特徴としてはですねすごく丈夫ですなので、えー、洗濯を繰り返していただいても全然伸びないですしかといって耳にこう触れた時に痛いかっていうと全然そんなこともなく非常にソフトなんですけれど丈夫です で届いた時よりもですね洗濯を何回かしていただいた後の方がえよりこれがふわっとした触り心地に、えー、なるのであの育ってることができるマスクゴムっていうんですかねあの洗濯することによってよりあのふわっと柔らかくなります是非、えー、お試しください店長でした